えー、25歳女です。無能で同性の先輩、あ、これ読んだやつですね。すいません。職場に勝間和夫みたいなマウンティングおばさんがいます。勝 <laughs> 間さんそうなのかなでこんなことも知らないなんてと、やたら難しい知識をひれかして、それが常識といった口調で話すときます。知識系マウンティング、こういう人ってどう対応するのがいいですか論破するのもめんどくさいし、無視してみたいけど無視以外で。その人が知らないことを言うんじゃないですかね。 あの要は、その自分が賢い知識があるっていう前提のキャラにしちゃってると、知らないっていうことを認めるのがすごく難しくなっちゃうんですよね。なので、多分、そのその人の知らないことを聞いてって、知らないって言わせると、すげえ怒ると思うんですよ。なので、うわ、知らないのに怒られたって言って、こう被害者のふりとかすると、あの周りの人もクスクスって笑ってくれるんじゃないかなと思います。